気分が乗ってきたぜ。お待ちしていました。どうぞ。もともとこの部屋を桐生さんに用意したのもあんたらだったんだな。ええ、そういうことです。前もって桐生さんの病状を聞いてはいましたが、今回の任務がこうまで危険になるのは予想外だったんです。当初は茜さんを見つけ保護するという一点だけだったので。じゃあそれで言うとあんたらはもう任務完了じゃねえのか。茜さんは病んとこで治療中だ。今すぐ迎えに行きゃいい。まあおかけになってください。やはり説明には少し時間がかかりそうだ。結論から言えば、大道寺の目的は茜さんの保護ではなく、パレカナが血眼になって探しているものを横取りするということにあったようです。あなた方のおかげで今は茜さんといたラニがパレカナの探し物だったと理解しています。じゃあ大道寺一派も病たちと似たり寄ったりってことか。と言いますと？病たちも茜さんに何の価値があるか知らずに探してたんだ。理由はハワイの組織がみんなこぞって茜さんを追いかけてたから。でそいつを交渉のカードにして裏社会に食い込むつもりだった。なるほど。そうですね、状況はよく似ています。ただ大道寺の場合、茜さんを追う黒幕がパレカナであることは初めから知っていたようです。なんだって？これはここだけの話にしていただけますが、パレカナは日本政府にある取引を持ちかけてきています。へへ、もったいぶるじゃねえか。なんだいそのある取引ってのは。原発から出続ける大量の放射性廃棄物をパレカナが引き取って処分すると。はあ？彼らの所有するネレ島には核のゴミを埋められる土地と施設があります。パレカナはそれを清流会の海老名を通じて日本政府に売り込んできたんです。海老名を通じて？核のゴミ処分がままならないのは万国共通。原発を動かしたい勢力の大きな泣きどころです。彼らにとって海老名やパレカナの申し出は渡りに船と言える。日本政府の主流派も大いに乗り気です。停止中の原発を動かす、新たに建造する、なんなら他国にも輸出して莫大な利益を得られる。しかし大道寺一派はどうにも話がうますぎると疑っています。そこには何か落とし穴のようなものがあるのではないかと。落とし穴って何のことなんだ？それは分かりません。穴の仕掛け人にその隠し場所を聞いたって
答えは返ってこないでしょう。だからパレカナの真意を確かめるには上辺の交渉ではなく深く切り込まないと。そのためには強力な交渉材料が必要です。じゃあその交渉材料が茜さんやラニってことか。ええ、大道寺の上が我々にここまで情報を落としてくるのは初めてのことです。花輪の死は彼らにも想定外だったんです。な、ちょっといいが、大道寺ってのは悪の組織みてえなもんなんだろ。日本の影の権力者です。かつてほどの勢いはありませんが。それがなんでハワイにまで人を送り込んでパレカノを調べるんだ。そっちにも何か真の狙いってのがあるんじゃねえのかよ。何か誤解されているようですが、我々にとっての勝利は日本の国益です。ただし闇雲に原発を動かす目先の利益よりも長期的な視野で物を見ます。パレカナのゴミ処分は確実に安全なのか、血税で賄うコストに見合うものなのか、将来においても正しかったと子供たちに誇れるか、国の舵を取る愛国者なら当然の懸念です。さすが影の権力者。じゃあ聞くわよ、もし俺らでラニを取り戻すことができたら、あんたらはどう動く？何よりもまずパレカナの手の届かないところで保護します。そのために専用機も用意していました。なら引き続きあんたらと俺たちの目的は同じってことだよな。茜さんとラニをパレカナの手から守る。もちろんです。ですがそれもこの男の裏切りでご破産になりかけています。ああそうだな、 A ちゃんについて調べを入れたって言ってたよな。三田村英二、意外かもしれませんが調べたところ本名でした。もともとは東都新聞の政治部記者だったんです。 A ちゃんが分野？ええ、しかし5年前に会社から解雇されています。理由は運転中に起こした人身事故です。人を引いたってのか？ええ、ただし三田村はヤクザにはめられたと供述しています。具体的には当時警視総監と癒着していた荒川組の幹部たちだと。え、当時三田村は警視総監と荒川組の癒着の証拠を見つけるべく日夜取材を続けていました。荒川組が目障りな存在とみなす程度には優秀な記者だったようです。ですがそれが良くなかった。その日深夜まで取材を続け、疲れ果てた三田村が夜道を運転中、突然歩行者が飛び出してきた。エイジはそれが荒川組の仕業だって言ってるのか？証拠はありません。ドラレコの映像からは確かに歩行者の飛び出しは不自然な挙動に見えます。ですが裏を返せばそれだけのことです。被害者の男性は荒川組との関係を否定しています。幸い被害者が軽傷で済んだことと運転手の過失は軽度であるという判断から数十万程度の罰金の判決で済みました。ですが会社がそんな人間を雇い続けるかは別問題です。もし事故が荒川組の仕組んだことだったとして、判決に関係なく事故を起こさせた時点で狙いは達成してたってわけか。荒川組が噛んでる証拠はないって話だったが、本当に何にもないのか？そのもし荒川組の仕業だったとして、荒川真澄が噛んでいるとは考えづらいでしょう。目障りな分野一人、組長がいちいち把握してるとは考えにくい。ただ沢城城がどうだったかは微妙なところです。やつならやりかねないは我々としても見解が一致するところです。もしもだけどよ、もしエイジの言ってることが本当なら俺と一緒じゃねえか。マフィアだのヤクザだのにはめられて人生めちゃくちゃにされるってよ。な、それでその話がエイジの現在とどうつながるんだ？新聞社を追われた三田村はある組織の活動に参加します。
NPO 法人ブリーチジャパンです。エイちゃんが、あいつブリーチジャパンにいたのか。荒川組にはめられたと考える男がヤクザ根絶を標榜するブリーチジャパンに参加した。彼の内面は容易に想像がつきます。な、三田村はかなりの活躍を見せたようで、青木寮に見出され、組織が解体されるまで東京地区の支部長についていました。確か久米が横浜支部長だったな。妙なところで因縁がつながったな、春日。ああ、でもわからねえ。それだけエイちゃんがヤクザを恨んでるってんなら、なんでエビナとつるんでるんだ。あいつの歌う第二次大解散に騙されてるってことなのか。今までの話を踏まえた上で、それでもエイジがヤクザと手を組むとしたら、理由はそこくらいしか思い当たらねえな。ヤクザ根絶のための苦肉の策ってところか。いやでもそれは変だろ。エイジが第二次大解散を信じてるってんなら、今あいつがやってることに何の意味があるんだよ。マフィア引き連れて小さい女の子さらって何がしてんだよって話じゃねえか。もはや目的すら見失ったのか何なのか、エイちゃん本人に確かめるしかねえな。だな。話を戻すぞ。エビナと手を組んだエイジはその後千歳のチャンネルを乗っ取ったってことか。記者として活躍するはずだった人生を取り戻したかったのかもな。それで告発系 VTuber なんてのを始めた。けどそのチャンネルも今やエビナの御用聞きだ。三田村はハワイにおけるエビナの名代なんでしょう。バレカナの勢力もバックにつけています。ラニがこのまま見つからなければ我々の負けです。キリュウさんの望みも花輪の死も露と消えます。そう言われてもよ、あの子がどこに連れて行かれたかわからねえ。ちいちゃんからメールだ。おあいつなんだって。画像一枚だけ、どっかの店の看板とっさに撮ったんだろう。ちいちゃんはここに来いって言ってんだ。その店にエイジがいるってことか。トミー、これどうだ、分かると言ってくれ。ああ大丈夫だ、分かるぜ。さすが春日さん、そこにラニも。そいつら行ってみねえと分からねえ。ありがとな。花輪さんの無念、あなたたちに託しましたよ。虹は、待った。Aloha!
Thank you. Aloha! Thank you. ギルティハワイの下品な店の中じゃ最高に金がかかるってところだよ。なんだそりゃ。ちーちゃんからだ。もしもし、俺だ。無事かちーちゃん。エジを探してたの。そうする以外したことを償えるやり方が思いつかなくて。見損なってもらっちゃ困るぜ。そんなことしなくたって俺らは。お願い聞いて。エイジを見つけたの。クラブギルティの一番奥ビップ席にいる。ご機嫌で飲んでる。周りはパレカナのギャングだらけ。そうか、わかった。ちーちゃんも中にいるんだな。なら俺らもすぐ行く。今度は俺らの番だな。エイちゃんを捕まえて絶対にラニを取り返すんだ。ねえ待って、大丈夫なの？そんな簡単に私を信用して。私はエイジと一緒にみんなを騙してたんだよ。もしかしたら今度こそ一番のこと殺す気かもしれないんだよ。なんか第五地区の中でもこんなやり取りした気がするな。じいちゃん、俺の答えはあん時と一緒だ。ちーちゃんを信用するって俺が決めたんだ。
その結果がどうなろうが文句は言わねえ。それにきっといい結果が待ってる。まったく人のいい野郎だ。待ってるよ、ちいちゃん。みんなで迎えに行くからな。聞こえたよってトミーに伝えて。ああ、じゃまた後でな。Run on home to mama. やんのかこの野郎。ぶちかま。受けてみな。よし。かかってみろ。俺の番だな。やっとね。一杯やりたい気分だぜ。Take your life. やんのかこの野郎。調子がいいぜ。もらった。これだな。うまく取れたぜ。なんかいいもんがありそうだぜ。開けてみるか。開いたぜ。Hey, it's Kasuga. How are you doing here? 中で連れと待ち合わせなんだ。ここ通してもらうぜ。The balls on this guy. Hey, fellas! Looks like we got ourselves a new punching bag. 待ってろよ、じいちゃん。行くぞ！ Run on home to mama! さっさと始めようぜ。ぶちかます！ Come on! What? 腰抜き野郎が。You think I'm stupid? You ain't shit!ガツンと行くぜ。俺の番だな。やっちまうか。次は俺だ。ガンガン行くぜ。そいつか。二人がかりだ。おれはよし。違うよ。調子だぜ。さ、急ごうぜ。足が軽いぜ。こっちこっち。
物といきますか。すぐそっち行ってやるから、まあ待っとけや。みんな行くぞ。 I'm gonna make you spill。 さあ、手やりますか。ぶちかます。俺もやれるぜ。調子がいいぜ。やんのかい。ついてこれかよ。いやすごいな春日さん、大したもんだよ。何をどこへやった。あのかどこにいる。残念、もう死んじゃったよ。はなんだと。てめえ嘘つくんじゃねえ。ああ、慰めにならないかもしれないけど、もうとっくに始末しちゃったから、あんたたちがどんなに急いだって全然間に合わなかったんだよ。せっかく来てもらったのに無駄足だったね。ただもうここまでパーティーを邪魔してくれちゃったから、ただでは返してあげられない。俺と春日さんの中でもそれはさすがに無理。ここにいるみんなが納得できないよ。ん？ああ、気が利くね。ラニを殺したなんて大嘘。ちとせ。ちいちゃん。さっきまでお仲間とあの子をブライスに引き渡す相談してたくせに、覗き見、盗み聞きは得意でも、されるのは慣れてないみたいね。ラニはどこ？さあ、今頃海の底とか。私が撃てないと思ってる。分かった分かった、まあちょっと落ち着こうよ。聞きたいんだけどさ、千歳はなんで俺がここにいるって分かったの？カバンに GPS の発信機を入れておいた。あんたが大道寺のセーフハウスへ来た時にね。そりゃ気づかなかった。春日さん聞いた？こういう子なんだよ、人を騙すハメるがまあうまくてね。天才的と言っていいんじゃないかな。だから俺は千歳のチャンネルに目をつけた。聞きたいことは済んだなら、改めてこっちから質問。ラニはどこ？まあ言ったな。溶けて。まったく、人様に銃を向けるなんて、実家のご両親が見たらそっとするんじゃないか。親御さんを悲しませてはいけないよ、千歳。うっさい。バカ言え。こんな子モテたら親御さんは鼻高々だろうよ。ダニを引き出せたのは大手柄だ。ありがとうな、ちいちゃん。一番。さあ、ラニを取り返すぞ。しゃあ。もうよ。あんなぎゅうぎゅうに縛りやがって、かわいそうに。私も戦う。どの口がって話なのは分かってる。だけど、お願い。
な、頼む。いいよな。言い出したら聞かねえだろう、こいつ。さっさと片付けて、ちゃんとした治療をしねえとな。なあ、よっしゃ、行くぞ。レッツゴー。やんのか、この野郎。よし。ほら、来い。ほら、来いよ。終わらせる。私の出番ね。やっちまうか。やっ。Oh, I like that. ぶちかます。いつでもどうぞ。よし、行くか。ガンガン行くぜ。俺の番だな。私の出番ね。ここまで。これが俺の真骨頂よ。何は。クソ。返しちゃくれねえか。まだ A ちゃん呼びなんだ。さすがに無理ありません？それ、あんたとの今までのやりとり全部芝居なんですよ。こっちは内心ヘドが出る思いだったんだ。ヤクザとお友達ごっこなんてね。いいよ、春日さんがそう言うなら返してあげますよ。ただしこいつもセットでね。ああ、ダメダメ、動いちゃ。こいつは衝撃で起爆するからくりなんだ。じっとしてないと。さてと、じゃあお望み通りラニちゃんをお返ししますよ。ブライスに引き渡してもどっちみち殺すだけですし、早いか遅いかの違いでしょう。おい、やめろ、エイちゃん。その呼び方やめてもらえます？
騙されやすいんですね。それ爆弾なんかじゃないし、衝撃で起爆もしませんよ。正解はこちら。なんだこれ、サヨリガスだ。くそ、ラミちゃん、こっち。大したもんだ。でも残念。ちいちゃん、ラニちいちゃん、くそ、エイちゃん、ボンボヤージュ、春日さん。ラニはこの先どうなるんだ。多分ネレ島に連れて行かれて、あとはブライスがどうするか。ネレ島か、どこにあるのかもわからねえ。パレカナの聖地。じゃあもう打つ手なしってことか。謝って済むことじゃないけど、ごめんなさい。全部私のせい。私は自分の身を守るためにエイジの言うことを聞き続けていた。いつか茜さんやラニを犠牲にするって分かっていたのに。聞かせてくれるか、ちいちゃん。エイちゃんやエビナについて知ってること、それにタタラチャンネルのことも。そうだな、あのチャンネルには俺らも痛い目見せられた。あの VTuber の中身って言ったらいいのか、それが千歳だったわけだよな。で、台本はエイジが書いていた。はい。でもそれは3年くらい前からのことで、もともとはそれよりもずっと前、7年くらい前に私が個人的に始めたチャンネルなんです。まさかその時から告発系やってたってわけじゃないよな。はい、当時やっていたのは本当に他愛のないおしゃべりの配信でした。名前を考えて、見た目も自分で描いて、今みたいに動きもしない、本当にただの下手くそな絵でした。見た目も今と違ってたのか。今のはエイジがチャンネルの人気を上げるために大金出してイラストレーターに発注したの。もともとのデザインを引き継いではいるんだけど、露出が増えたり胸元が強調されたり、そういう工夫が入ってる。まあそういう工夫に効果がねえとは言わねえ。お前からしたら嫌な思いをしただろうけどな。当時の配信はそれこそ10人も見てくれれば大盛況みたいな、本当にささやかなもので、でもそれが私は本当に楽しかった。だって物心ついた頃から学校も習い事も家に決められた通りに束縛されてた。友達だと思っていた同級生がうちの父からお金を受け取ってたこともあった。家の中でもメイドに監視されて、何かあればすぐ親に告げ口されてた。そんな育ちをする子もいるんだな。そんな毎日の中で、誰にもバレないように夜布団に潜って、スマホの明かりを隠してたたらひそかとして配信している時だけ、私は私でいられた。変な話でしょ、名前も姿も声まで変えてるっていうのに。たたらチャンネルはそんな感じで、私が私のためにやってるだけのものだった。それが変わったのが3年前。何があったんだ。3年前の
富士宮海運のタンカーが沈没した事故って知らない？船員20人以上が全員死亡した。あったな、覚えてる。コンテナの化石災があったとかで一時期何回も謝罪会見してた。へえ、そんな事件が。富士宮グループの会長、私の父はね、事件のこと隠蔽するつもりだったの。そうだったのか。父が関係幹部にだけ出した隠蔽指示の文書を偶然見つけたの。自分の利益のために人の命を犠牲にして、その上それをなかったことにするなんて。私はその文書をテレビ局とか新聞社にありったけ送りつけた。でも反応は何もなかった。だから私はやけくそ半分でタタラチャンネルでそれを暴露したの。マジかよ。それでどうなったんだ？10人見てれば大にぎわいって配信だもの。当然何の反応もなかった。いや、反応はあったかな。急に何言い出すんだこいつって感じで、気味悪がって見てくれてた人が誰もいなくなっちゃうっていう。まあ無理からぬ反応ではあるわな。事件は季節外れの台風のせいってことで世間は納得しかけてた。そんな時だったの。私の前に三田村英治が現れたのは。それはメールとかじゃなくて目の前にってことか？そう。英治はもともと新聞記者だったけど、ヤクザにはめられて将来を失ってた。英治は私の動画を見て、タタラが一族の身内だと見当をつけてた。そのうちの学生だろうってことまでね。その年頃に該当するのは私だけ。それで英治が私に何をしてきたかっていうと、告発動画をもっと効果的に煽るナレーションの台本を渡してきたの。台本？動画で何を喋るかってことかい？いかに富士宮が格差社会の上位にいるか、どれだけメディアを言いなりにさせてるかってね。その台本通りに改めて告発した動画は本当にバズった。ネットの情報も一定数の拡散に達するとメディアも無視できなくなる。その流れを見て、隠蔽を指示されてた幹部の中に物証を持って垂れ込む人が出てきた。そうか、それが発展して俺が見た謝罪会見になったわけだな。はい。世間が騒ぎ出すと、父は私がマスコミのいい標的になると踏んで、ほとぼりが冷めるまでハワイで過ごすように言いました。私がハワイにいるのはそういう経緯なんです。思わぬ形で羽を伸ばせる機会が訪れたってわけだな。いつもの格好、親御さん的にはひっくり返っちまうだろう。ああ、あのへそ出し？一応ね、あれは変装の意味もあるんだよ。だから親も了承済み。それはそれは苦い顔をされたけどね。話をタンカー事件に戻すけど、英治の指示に従った結果、富士宮グループはかなり手痛いダメージを受けることになった。正直その時はエイジを救世主だと思った。この腐った家をぶっ壊してくれるヒーローかもしれないって。ちーちゃんの立場ならそう思うだろうな。そいつが3年前の話だったとして、それから？エイジと私は共同でタタラチャンネルをやっていくことになった。内容もいわゆる告発系にそこで舵を切ったの。エイジが持ち込んだスクープと台本でね。エイジの持ち込むネタはどれも精度が高くて、何より刺激的だった。偉い人、成功した人、人気のある人、そういう人たちの裏の悪事を次々と暴いていった。みるみるうちにチャンネルが注目されるようになっていって、登録者数なんていつの間にかとんでもない数になってた。俺らの知ってるタタラチャンネルに近づいてきたな。正直自分はいいことをしてるって思ってた。マスコミも報じない、ずるく立ち回ってる悪い奴らを私たちが暴いてるんだって。でもだ
んだんエイジの持ってくる話がおかしくなってきた。ある時、元ヤクザが社会復帰するふりをして悪徳やってるっていう台本を渡されたの。最初はこれも真っ当な告発だと思ってたけど、何度か配信を続けるうちにだんだん普通に社会復帰しようとしてる人たちの過去の経歴までことさら暴き立てるようになっていったの。もう償いの済んでる過去の犯罪とか、そういうこと。本性を表したってとこか。それまでの真っ当なスクープはチャンネルの信用を得るためのお膳立てで、本命はこっちなんだろう。たたら密かでいることがいつの間にかただ台本を演じるだけの時間になって、その上頑張って人生を立て直そうとしてる人たちの邪魔をしてる。私はいつの間にかたたら密かでいることの意味も目的も自分自身で手放してしまってた。もう耐えられなかった。だからエイジにもうチャンネルをやめるって言ったの。でもそうはいかなかった。うん、あいつはその時初めて私の素性をいつでもバラすことができると脅してきた。バックにはエビナっていうヤクザがいるとちらつかせながらね、そう言って次の台本を渡してきた。浜の英雄が元ヤクザを食い物にしてるってね。なるほどな。その後はもうみんなが知ってる通り。一つ聞かせてくれ。それでもちーちゃんはエイちゃんに逆らおうとした。それは何でだ。アカネさんはラニちゃんをたった一人で命がけで守ってた。もうだいぶお年で、そんなに無理の効かないお体のはずなのに、それを知って自分が恥ずかしくなったっていうだけ。そうか。別にそれで今までチャンネルでやってきたことが帳消しになるはずもないし、エイジにも面と向かって抵抗できたわけじゃない。アカネさんたちを守るために一番に逮捕されてもらおうとしたりね。俺をハワイで身動き取れなくすりゃ、アカネさんの発見が遅れるって踏んだわけだな。もともとエイジから言われてた命令は、アカネさんちのハウスキーパーを装って一番に接近しろっていう内容だった。一番が茜さん発見のキーマンだから。けどちーちゃんは酔っ払った俺に襲われたから仕方なく撃退したってことにして、俺の身ぐるみ剥いでまで無所にぶち込もうとした。そう、私はスパイのプロでも何でもないから、エイジにはトラブルが起きたんだからしょうがないでしょで乗り切る気だったけど、一番は桐生さんがあっという間に助け出しちゃって、第五地区を出た後でもう一度あなたたちの懐に潜り込むように命令された。今度失敗すれば私の秘密を富士宮に暴露するって警告付きで。なるほどな。結局私は家に知られるのが怖くて、みんなに打ち明けられずにいて、花輪さんとウォンを死なせて、茜さんとラニちゃんにも辛い目に遭わせてる。言い訳なんてしようがないのは分かってます。今はもう俺らに隠し事ないんだな。うん、もうないよ。そうは言っても一度裏切ったやつは二度三度とやるもんだぜ。そうだよね、やっぱり虫が良すぎたか。おい、いいのかよ春日。トミーの言うことは一理ある。一度裏切ったやつは次もってやつ。ただまあ、そのトミーも病を裏切って今ここにいるわけだけどな。そのツッコミを待ってたんだ俺は。じいちゃんさ、初めて会って俺の身ぐるみ剥いだとき、こいつだけは取らないでいてくれたろう。俺の大事な人の遺灰が入ってて、
茜さんに渡したいって話、飯食いながらしたよな。だからこいつだけはそのままにしといてくれたんだろ。別に取るまでもないって思っただけかもよ。かもな。でも俺はすげえ感謝してんだ。こいつは本当に俺の大切なものだからよ。だから今言わせてくれや。ありがとうな、ちーちゃん。お前らしいや。私が謝ってる側なのに何言ってんの本当。ありがとう一番。よっしゃ、これでこの件はチャラだ。ラニがハワイ中のワルに狙われてて、それを茜さんが命がけで守ってきた。なのにそいつを放り出してやらなきゃいけねえことなんて他にはねえ。みんな俺に手貸してくれ。二人を安心させてやろうぜ。当たり前だろ。おい、今更俺にそんなこと言わせんな。うん、もちろん。じゃあお帰りだな、じいちゃん。なら春日パーティー再結成の乾杯といくか。だな、じゃあ乾杯。そう、なあ、アロハ。ありがとう。アロハ。Thanks very much.
Thank you very much. ありがとう。Aloha. Thank you. Okay. いらっしゃい。ありがとう。别一下就不行了。やんのかこの野郎。私の出番ね。そいつか。せい。おつらいなに。你这混账。
腰抜け野郎が。ガンガン行くぜ。一緒にやる？調子がいいぜ。やるか？せや。行くか？私も。一緒にやる？おつえらに。よし。やっちまうか。はい、始まるよ。いい調子だぜ。よし。まだ何か言おうか。近づきの印です。どういうつもりだ。なるほどな。ダメか。出直してきね。絶好調だ。お、いいもん見っけ。開けてみるか。やったぜ。ありがとうよ。気分が乗ってきたぜ。わしゃザハンドフォー、わしゃザハンドフォー。バグにファーマジー取ってきやれ。よし。行くぜ。私も。行って。
っそ上がらねえ。いつでもどうぞ。行くぜ。どぎついの行くぜ。私の出番ね。覚悟。とっておきだよ。ちょっと聞いて。ありがとう。それは俺だ。黙らせてやる。出ちまったか。きっちいな。くそ。何？ガツンと行くぜ。あれ？目的にならねえ。失敗すぎた。なんとかやっか。こうもらった。どぎついの行くぜ。よし。腰抜き野郎が。いつでもいいで。とっておきだよ。よっと。ありがとう。ありがとう。止まらねえ。調子でねえな。受けてみな。逃がしゃしねえよ。いって。くそ上がらねえ。相手してあげる。よし、これ来い。行くぜ。私の出番ね。ビビってんのか。調子がいいぜ。やんのかい。もらった。おや、逃げちまえ。それは俺だ。俺もやれるぜ。いつでもどうぞ。私の出番ね。手貸すぜ。ほらほら来いよ。You in trouble now。 ぶちかます。やるか。参ったな。よし、何来ない。ほら来い。
よしよし、いい子だね。あ、止まんねえ。思い通りにはいかねえな。ズリア！ダッキー！ダッキー！ダリア！ガリア！ガンガン行くぜ！ガツンと行くぜ！行くぜ！俺もまだ若いね。アロハ。Thank you. Don't run off too far. Not safe down here.誰からだこれ。カスガ、少々こっちでトラブルだ。うちから裏切り者が出た。ばあさんをパレカナに引き渡そうとしてる。お前病か。アカネさんがどうしたって。来たらわかる。増援はやぶさかじゃねえ。アカネさんを引き渡すですって。急いで山にとこ戻ろう。アロハ。 Thank you。 何でもできそうな気分だ。アロハ。ほうだ。アロハ。いただきます。ごちそうさまでした。 Thank you very much. Aloha. Thank you very much. This ain't a sideshow.全力で行くよ。やっちまうか。ビビってんのか。行くぜ行くぜ。やらよっと。いい調子だぜ。
Hello. It's not a show, shithead. It's not a show, shithead. This will be a good workout. さっさと始めようぜ。任せといて。ガリガリだ。せい。ガンガン行きて。一緒にやる。私も。せい。ビビってんのか。行くぜ行くぜ。一緒にやる。おや。攻める気だ。私も。で、せい。全力で行くよ。よっ、せい。へい。来ない。ぶちかます。俺もやれるぜ。や。調子がいいぜ。任せといて。低活で。はっ。調子が出てきたな。やっちまうか。よっ、よっ、ああ、ね、向かうところ敵なし。上昇上昇。もう勝負はついただろ。行くぜ。これで仲間になってくれよ。なんだ。見せてやるよ。お前をボスと認めよう。何でもできそうな気分だ。ウェイ。ここ、たまに流れ星が見えるんだって。へえ、そんじゃ、なんか願い事考えておかねえとな。そうだ。I'll show you。 おっしゃ、行くぜ。よし。ん？そいつか。ぶちかま。やるか。調子がいいぜ。やっ、いくか。一緒にやる。私の出番ね。やるか。はっ。
Say your prayers, asshole! ガンガン行くぜ！俺もやれるぜ！せい！Blood all over！ 行くぜ行くぜ！よし！次は俺だ！ぶちかます！吸収が早いのよね。それでさっきの話だけど、ここたまに流れ星が見えるんだって。へえ、そんじゃなんか願い事考えておかねえとな。そうだね。でも私そんなに早口言葉得意じゃないんだよね。ん？なんで早口言葉？だって流れ星に願い事3回唱えないと叶わないでしょ。ああ、そういうことか。生麦、生米、生卵、よし！生麦、生米、生卵、なるほどな。あ、早口言葉が得意になるようにお願いすればいいのか。それ、本末転倒じゃねえのか。仲良し！コンプリートだ！ねえ、一番、今度夜にアナコンダハーバーパーク行かない？ん？別にいいけど、なんかあんのか？あそこ流れ星がよく見えるんだって。へえ、そういえばちーちゃん、流れ星見たがってたな。そんじゃ、行ってみるか。ご苦労さん。いらっしゃい。いらっしゃい。どの曲にするかな。盛り上がっていこう。ホノルルスティールナイツ。ダッ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 このバカンスが琥珀なのかじゃなく365琥珀だったなら長い長い切り札の自転車次も期待外れだったのに水着
ダッダッダージャンダージャン。いいか。感じだな。さっき。いらっしゃい。ありがとう。これだな。うまく取れたぜ。アロハ。Thank you.Aloha! Thank you! Shit! Shippat するか? What do you want?
てやりますか。よし、二人がかりだ。よっ、ガンガン行くぜ。何、来ない。うそ、全力でかまって俺のスター。わし、行くぜ。どぎついの行くぜ。ヘイヘイ、もうダメだ。腰抜けやろうが。次は俺だ。ビビってんのか。一緒にやる。Not bad. Not bad. 私の出番ね。そいつか。お先真っ暗だぜ。きっちいな。おさよが、腰抜きやろうが。そいつか。俺の番だな。そこだ。ファッシュフェイスだ。よし、ほら、やっちまうか。やっ、うおお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 およし、やっ、パンチフェイスだ。私の出番ね。やるか。よっ、うおお、お先真っ暗だぜ。立てた。きっちりだ。さあ、ほら来いよ。Knew I had natural immunity. Hey, come on! Feeling good. 腰抜けやろうが。俺の番だな。Wow! 次は俺だ。相手してあげる。Let's go! 黙らせてやる。ダリア！よし、手貸すぜ。おお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 よし、行くぜ行くぜ。来ねえのか。
私の出番ね。覚悟。とっておきだよ。よっと。ありがとうよ。どうして？ブリーディング。よし。次は俺だ。やって。ふん。ぶちかます。やるか。調子がいいぜ。よし。やっ。せっ。うお。ガンガン行くぜ。行くぜ行くぜ。行くとしとかねえと。また成長しちゃった。よし。Aloha. Thank you very. Aloha. Thank you very much. Aloha. Thank you very much. Saying a show, dipshit. Hey, you there! What do you want?調子出てきたな。Thank you.
Aloha. いただきます。いただきます。この海藻サラダ、シャキシャキしてて食感がいいな。オゴがいいアクセントになってるよな。これ、オゴっていうのか。噛めば噛むほど旨味が出てたまらねえな。海藻セットみたいなの売ってたら買って帰ろうかな。いいんじゃねえの？ただ、間違っても海で取ろうとすんなよ。オゴは毒性があるからな。市販品なら加工されてて問題ねえけど、そうでないのをそのまま食ったら食中毒でやばいぜ。マジかよ。勝手に取る気はなかったが、そういうパターンもあるんだな。まあフグとかも似たようなもんか。ナンバはキノコや野草はとりあえず食べてみていけるかどうか判断してだな。それ絶対にやったらダメなやつだろ。だいたいいけなかったらどうなるんだ。宇宙とつながりかけたと言ってた。思ったよりヤバい人だったんだな。まああいつは試食のプロみたいなもんだからな。絶対に真似すんなよ。絶対にしねえよ。ごちそうさま。 Thank you. Aloha. Thank you.
Aloha! Thank you very much. なかなかいいセンスじゃねえか。アロハ。Thank you for。アロハ。ありがとうございます。アロハ。Thank you very much. Aloha. Thank you for stopping. Aloha. Good around here. Thank you. Take a break. Up. Hi. Thank you. What?
いただきます。一番ブレンドって面白い名前だね。一番のコーヒーみたい。それ俺も思った。ちょっと面白い名前だよな。実はそれ本当に俺の味も結構好き。最初ちょっと荒いかなと思ったら、繊細で華やかな香りが広がって喉を通る感じがすごくいい。初めての味。ああ、苦味のパンチは効いてるんだけど、最後は甘さが残る優しい味だよな。こんなの飲んだことないぜ。私もオリジナルブレンドらしいけど、どういう発想でこの味にたどり着いたんだろう。いいセンスしてるよ。だな。今度マスターに聞いてみるか。な、ごめん一番、さっき何か言おうとしてた？え？ああ、いや、なんでもねえよ。うまいよな。そうなの？変な一番。なんかめちゃくちゃ褒められて、ちょっと言い出しにくくなっちまって。このコーヒーの味に負けない男にならねえとな。うん？ごちそうさま。そうだぜ。調子いいね。おっしゃ、行くぜ。相手してあげる。私の出番ね。やっちまうか。ほら。ガンガン行くぜ。俺の番だな。やれ！せい！うわ！ありゃ！行くか！こいつで決まりだ。よみがえれ。
戦しよう。ほら来いよ、俺の番だな。低下せや、うれ。私の出番ね。やっちまうか。よっ。How captivating。ぶちかます。全力でかます。よみがえれ。戦しよう。なめんじゃねえぞ。いか。やんぜ。よし。低下せ。はっ。おお。キャプテン。ガンガン行くぜ。何？そいつか。来ない。ほら。せい。おお。How captivating。俺の番だな。やっちまうか。せい。あらよっと。俺でですよ。いい調子だぜ。開けてみるか。開いたぜ。You wanna go? さあ、でやりますか。私の出番ね。俺もやれるぜ。よっ！せい！ほら！Behold the beauty！ぶちかます！
ガンガン行くぜ。そいつか。ハッティ。うわ。うわ。何でもするぜ。Ah, glad that shit's over. Yeah, Olga. Butch, come on.いつでもいいぜ。ほら、カッツサビ。くっそ、上がらねえ。ドン！ Is this blood？ すっきり。ミスったらごめんね。二人がかりだ。おや？よし、勝利勝利。Knock it off at the stairs! Hi! Hi! できやがったか。Aloha. Thanks, very much.病の手下だろう。どういう状態だよ。Boss, Kasuga's here. Good. Show him my face. おい、こっちに来るぜ。あいつはヤクザたちは違う。てめえ。いや、Kasuga一番。ドワイト。てめえがこの騒ぎを。ああそうだ、うちのビジネスパートナーがお前らにえらく怒ってるんでな。さっきはどうも、春日さん。エイちゃん、その呼び方やめろと言いませんでしたっけ。エイちゃん、おめえがブリッジジャパンにいたって話を聞いた。分野だった時、荒川組にはめられたのかもしれねえってことも。それで、おめえはヤクザに仕返しがしたくてこんなことやってんのか。だとしたら、おめえの恨みに茜さんも何も関係ねえだろ。二人に手出すのはもうやめてくれ。その代わり俺一人で勘弁しちゃくれねえか。はい、俺は荒川組の人間だし、ブリーチジャパンが潰れた原因も作ってる。俺がエイちゃんに恨まれるってんならグーの根も出ねえ話だ。だからよ、煮るなり焼くなり好きにしてくれていい。今どこにいんだ。そっち行くぜ。一番、お前何言ってんだよ。いや、さすが春日さんらしいですね。でもお会いに行く様、俺はヤクザの言うことは一切信用しないことにしてるんです。それにラニをいただいたのもそれなりに理由があるんで、全てのヤクザどもに復讐するためにね。海老名さんと組むのも全てそのためだ。平次。
あんたたち何をしようとしてるの？まあそれはもういいじゃないですか。それよりも当面のピンチをどう乗り切るんですか。茜おばちゃんを引き渡したやつには病の島をくれてやるってドワイトにそう宣言してもらってます。もちろんパレカナが後ろ盾になるって条件でね。なんだって？このハワイではギャングにも警察にもパレカナの息がかかっている。そいつを知ってヤクザたちが生き残りたければ我々に忠誠を誓う必要がある。その証が病と茜のばあさんの引き渡しだ。正直もうラニは手に入ったし茜おばちゃんに用はないんだけどね。一ついいところはあんたの母だってことだよ春日さん。それを始末した時のあんたの顔って見ものじゃない？よっしゃ、親父のばあさんを探せ。あんたたちの死に様も動画に上げとけよ。今度こそボンボヤージュだ春日さん。そうはいかねえ。こんなとこで死ぬわけにも。おめえとおさらばなんてのもな。行くぞ。終わりだ。さあ行きますか。私の出番ね。覚悟。ミトロちゃん。ガンガン行きて。おとなしくしてな。よそ見すんな。よし。いつでもどうぞ。どうした？やるか。よし。手貸すぜ。やるか。君は俺だ。さよならだ。俺ごめん。それじゃあな。よし。ほら来いよ。やっちまうか。やっ。おい。ぶちかます。俺の番だな。手貸すぜ。おら。私の出番ね。俺もやれるぜ。おら。行くか。やっちまうか。ビビってんのか。ガンガン行け。光がかりだ。よし。何？来ない？手貸すぜ。おや、ほら。ここは俺もまだまだ上級だぜ。さすが春日さん。でも休憩する暇はありませんよ。ちょっとあんな人数相手してたら日が暮れちゃうわよ。千歳の言う通りだ春日。ここは一旦引いた方がいい。クソ、あのビルへ入ろう。泣いたか。残念、そこに逃げ込むことも想定済みですよ。エイちゃんの声だ。どこにいやがる。監視カメラでもあるのかな。ご名答。あんたらしの動きは筒抜けだよ。さあせいぜいあがいてくださいよ。こっちにいるぞ。せいぜい無様に逃げ回ってよ春日さん。
ぶっ殺してやよ。さあ、てやりますか。私の出番ね。やっちまうか。せい。ふっ、ガンガン行くぜ。おいよ。そっちか。俺の番だな。どうした？なんだよ。備えとけよ。うそ。行くか。手貸すぜ。で。よっしゃ。ここらで勝負だ。勝利。コツつかめたんじゃねえか。これが俺の真骨頂よ。ええ。了解。私の出番ね。したか。待ちくたびれましたよ。ここまで頑張った春日さんにとっておきのプレゼントです。おいおい、まさかまた重機と戦う羽目になるとはな。またって何？どういう人生を送ってきてるのよ。来るぞ、構えろ。私の出番ね。よし、かかってきな。ビビってんのか。よし、覚悟。おりゃ、うそ、ぶちかま。ガツンと行くぜ。朝てやるよ。攻撃。俺の番だな。もらった。どぎついの行くぜ。開けろ。次は俺だ。黙らせてやる。
上昇また強くなっちまった。俺もまだ若いね。吸収が早いのよね。開けてみるか。やったぜ。大したもんです。ですが、いつまで続けられるかな。おい、こっちだ。早く来い。もう、しつこい。くそ、何か手立てはある。一番、こっちだ。これに乗れ。ナイスアイデア、トミー。これで戦おうってわけね。ダメだ。こいつ一台じゃ大人数相手には分が悪すぎる。そんなことは俺だって分かってるよ。乗客は黙ってドライバーに従いな。え？まさか。無理無理無理！行くぞ！いや！はあ、
地獄に送ってやんよ。準備はできてるぜ。建物めちゃくちゃになったけど、病起こんないかな。まあ、助けに来たってことで多めに見てもらおうぜ。なんだなんだ、ぶっ殺してやんよ。終わらせる。腰抜け野郎が。ガンガン行くぜ。さっさと受けてみな。無茶な運転しやがって。俺が現役なら一発で免停もんだぞ。まあまあ鬼教官殿、結果的にうまくいっただろ。ったく、こいつら倒してさっさと春日んとこ行くぞ。やるか。行くぜ。どぎついの行くぜ。行くさ。さっさとかかってこいよ。ビビってんのか。何？来ない。腰抜き野郎が。こっち見ろよ。二人がかりだ。くっ。血がやべえな。くっつい来たぜ。さあ、傷が深い。私の出番ね。ぶちかます。いつでもどうぞ。私も。よし、やるか。はっ。よし、やっちまうか。はっ。ほら、次は俺だ。黙らせてやる。ディーダッディーダッダリアッ。怪我はねえか。問題なし。残りを片付けしまおうぜ。一緒にやる。ビビってんのか。ふざけんなよ。俺の番だな。そいつか。やっ。もう許さねえ。終わりだ。私の出番ね。手貸すね。やっ。ガツンと行くぜ。朝倉流奥義だりゃ。何？来ない。よし、私も。はっ。せい。ふん、行くか。ざけんなよ。やんのかい。これで。よし、やるか。うわ、テイクなんだと。ガンガン行くぜ。受けてみな。朝倉流は朝倉流。私の出番ね。はっ。俺の番だな。やっちまうか。あれ、こいつで問題ねえぜ。終わりだ。相手してあげる。次は俺だ。一緒に。よし、ぶちかま。やるか。また成長しちゃった。一時はどうなるかと思ったぜ。無事合流できてよかった。先を急ごう。
怒られる覚悟はできてるか。さあ、行きますか。私の出番ね。二人がかりだ。せい。いや。よし。一緒にやる。傷が深い。ガンガン行きたい。俺もやれるぜ。それは俺だ。手貸すね。ダフン。よし、二人がかりだ。よっ、これが俺の真骨頂だ。いっぱいやりたい気分だぜ。開けてみるか。開いたぜ。待てね。なめてんと痛い耳。戦闘準備完了。よし、参ります。フロアで何かしら仕掛けてんだろうさ。しっかり休んでいこうぜ。ようこそ、春日さん。エイちゃん。まさか俺を出し抜いた気でいました？こっちは春日さんの単純な考えなんてお見通しなんですよ。安全圏から偉そうにしやがって。病の飼い犬はよく吠えるな。あ？エイちゃんがどんな手使おうと関係ねえ。突っ切るまでだ。俺は単純なんでな。その余裕がいつ剥がれるか見ものですよ。さあ、話はここまでにしましょう。健闘を祈りますよ。I'll take you down! かかってきやがれ。私の出番ね。参ります。ガンガン行くぜ。 Let's go! 相手してあげる。こいつで決まりだ。よし、もらった。はっ、やめちまえ。こうねえのか。次は俺だ。ビビってんのか。何？来ない。黙らせてやる。おった。
よし。よし。二人がかりだ。やっちまうか。Damn you! ぶちかまろ。俺の番だな。The bleeding won't stop. The bleeding won't stop. 私の出番ね。低下すね。はい。ほら。行くか。ガンガン。俺もやれるぜ。やっ。やっ。よし。やっちまうか。よし。そいつか。二人がかりだ。The bleeding won't stop. けむり。なんだこれ。毒か。なんでやられてたまるかよ。毒を出してる機械がある。あれを壊さなきゃ。ってのか。苦しい。調子出ねえな。ほら、そこです。 Well? ガツンと行くぜ。なんとかやっか。ガッツンとマッソ行くぜ。どぎついの行くぜ。相手してあげる。やりにくいぜ。ビビってんのか。Get your dead meat!頑張りますね、春日さん。覚悟。おりゃ。腰抜け野郎が。終了して。地味な。さてと。受けてみな。くっそ、上がらねえ。もらった。どぎついの行くぜ。苦しい気がならないの。すっきりした。しぶたいやつだ。もやるぜ。
私の出番ね。ガンガン行くぜ。受けてみな。よし。行くぜ。思い通りにはいかねえな。いつでもどう。ほら来いよ。動くんじゃねえぞ。あぶ。開始。開始。いい調子だぜ。いいよね。コツつかめたんじゃね。よし。上昇上昇。また強くなっちまった。俺もまだ若いね。吸収が早いのよね。ラニは必ず取り返すし、アカネさんも私は死ね。それにエイちゃん、おめえに必ず会いに行く。直接言いてえことが山ほどあるんだ。待っとけよ。ごめんなさい、私のせいで。アカネさん、ご無事で。指一本触れさせちゃいねえ。うちの門が迷惑かけたな。あんたもすっかり敵だらけになっちまったな。こんくらい今まで嫌ってほど味わってきた。それに気合い入ったのがこんなに残ってる。そうみてえだな。すみません、ラニは連れてかれちまいました。そうなのね。ラニはネレ島に連れてかれた可能性が高いです。アカネさん、ネレ島がどこにあるかってご存知ないですか？ごめんなさい、それは私にもわからない。教団の中でもごく一握りの人間しか知らないことだから。わかりました、心配しないでください。ラニは必ず俺たちが助け出します。アカネさんはどこか身を隠せる場所で待っていてください。それじゃあ、さあ行こうぜ。待て春日。あ？アカネさんと少し話していけ。いやでもラニを早く見つけねえと。大事なのはラニだけじゃねえだろう。話せる人とは話せるうちに話しとけ。会ってからゆっくりお話しする時間、そういえばなかったわね。ですね。病には後で礼言わねえと。沢城さんの手紙であなたのことは全部聞いてる。桃源郷の店長さんに引き取ってもらったこと、神室町の人たちによくしてもらってたこと、中学を出た頃から毎日喧嘩に明け暮れていたこと。あ、それはまあその若気の至りってやつで。つか沢城の頭、そんな前から俺のこと見てたのか。ええ、沢城さんはずっとあなたのことを気にかけてた。そしてあなたは真澄さんに巡り合った。あ、運命なのかしらね。
運命かはわからないっすけど、出会えてよかったって思ってます。そう。その後のことももちろん知ってる。組のために人殺しの罪をかぶったことも。18年も刑務所で過ごしたことも。さん、こんなに伏し暮れだって苦労したんでしょうね。いや、そんな大したもんじゃ。なのにあなたと真澄さんを置いて私は一人で逃げ出した。本当に本当にごめんなさい。謝らないでください、あかりさん。謝ることなんか一つもね。確かに辛いことはあったけど、それも大半は沢城の頭のいびりだ。それや、俺の人生は自分で選んだ始まり方じゃねえけど、そんなの誰だって同じでしょ。茜さんは一生懸命生きようとした。そんでこうしてまた会えた。それでいいじゃないですか。それにあの町でいろんな人に助けられて、おやさんに出会えて、最高の仲間に恵まれて、俺は幸せ者なんですよ。だから茜さん、正直あなたが本当に俺の生みの親なのかどうかよくわかんねえけど、もし本当にそうならこれだけは言わせてください。俺を産んでくれてありがとうございます。一番、こちらこそありがとう。不思議ね。はい。今あなたと真澄さんがダブって見えた。もったいねえ。そして俺にとって最高の褒め言葉です。そうだ、そもそも俺はこれを茜さん、あなたに届けに来たんだって。おやっさんの、荒川真澄の遺灰です。受け取ってもらえますか。やっと会えた。真澄さん。